大野からここも長いボールです。トーマス・デント大橋です。体を入れたが残した大橋、1対1中に出てディサロー、追加点湘南です。加入後初ゴールは追加点をもたらしました。ディサロー少しこうラフなね背後へのボールでしたけども、やはりこれが大橋選手のフィジカルの強さだったり粘り強さですよね。はい、まあ、しっかりボール保持し、回収してまたこれ2トップの関係性ですよね。まあ、大橋選手もしっかりこうシュートまで行けそうな雰囲気はありましたけども、より確率の高いところにいるディサロ選手をしっかり使って、はい、しっかりこうチームとして点を取り、まあ、決め切るっていうようなね、そういった姿勢だったりこうチームの色みたいなものがね非常に出たゴールだと思いますね。まあ、新潟からするとちょっとねあそこのトマス・デン選手のところでファールじゃないかっていうところはありましたけども。